このセカンドボールは藤山が立てます。ユーマが抜ける。ユーマのシュート、決まった。後半の15分、今日は初先発のユーマの大仕事。ブラブリッツが来た、先制1対0。勝負強さを発揮しました。ユーマ初先発で先制ゴール。藤山のダイレクトパスにキーパーの股を抜きました。